皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということでウイレ2020の体験版、そして日本版がねようやくリリースされましたね。はい、10時半過ぎぐらいにね、リリースされたんですけど、まあそちらを使って、今回は、能力の比較をね、続きやっていこうと思うんですけど、まあ、前回の動画で、バルセロナの選手の総合値と、能力の比較動画をね出しているので、今回詳しくそちら見ていかないんですけど、気になる方はそちらもねぜひご覧ください。一つ前の動画なので、まあ、すぐわかるとは思います。はい、で今回まあ何するかっていうと、前回紹介できなかった、プレースタイルですね、あとは、根腕、あと逆足精度頻度も見ます。でスキルもチェックして、まあ、何が増えた何が減った、これが変わったっていうのをね見ていこうかなと思います。はい、で今回はバルセロナのみなんですけど、まあ、次回以降アーセナルとかユナイテッド、バイエルン、ユベントス、こちらもねやっていこうかなと思っておりますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。で次回以降は能力も合わせて紹介、一緒にね紹介しようかなと思います。で今回は、バルセロナなんですけど、フレンキー・デヨングだけ前回能力のね比較をねやっていないので、そちらは表をね表示すると思います。はい、ということで早速ねやっていきましょう。はい、ということで早速やっていくんですけど、まあ、今回も、まあ、全選手をね比較するのもちょっとね大変なので、強い選手有名選手をね中心にやっていこうと思います。ということでまずはゴールキーパーですね、手足低減、こちらはプレースタイルは攻撃的ゴールキーパーそのままですね。で、根腕が変わってます、前作7だったんですがこちら8に変わってますね、1上がっております。でスキルでいうと、ゴールキーパーのロングスロー、こちらが追加になってます。はい、続いていきましょう。ゴールキーパーは、シレッセン、こちらは、プレースタイルとか全部変わってません。根腕も一緒ですし逆足も一緒です。でスキルも同じです。続いてセンターバックのピケ、こちらは、プレースタイルとかポジションとかは変わっていません。はい、逆足とか根腕も同じですね。でこちらスキルが変わってますね、マンマーク、そしてキャプテンシーが追加になっております。マンマークね前作持ってなかったんで結構これ嬉しいですね。続いては、ウンティティいきましょう。ウンティティは、プレースタイルとかは変わっておりません、根腕とかも同じです。変わっているのがスキルのヘッダーがねついております。総合値は1下がっております。続いてラングレ、こちらもプレイスタイルとかポジションはまず変わっておりません。逆足も一緒ですかね。で根腕が変わってて、もともと7だったんですけど6ということで1つ下がっております。でスキルはヘッダーが、こちらも追加になっておりますね。続いて左サイドバックジョルディアルバ、ポジションとか、プレイスタイル変わっていません。こちらの選手はまず逆足の精度が2から1にね残念ながら下がっているのと、根腕が8から6にね2つもね残念ながら下がっております。ちょっとここは痛いですね。はい、でただまあスキルはね結構追加されてるんですよね、追加されているのが軸裏ターン、あとはヒールトリック、あとインターセプトついてますね。はい、まあインターセプト結構嬉しいところではあります。続いてはセルジロベルト行きましょう。こちらの選手はプレースタイルとかポジションは同じで、もともとは頻度が2、精度が3だったんですが1と2ということで1つずつ下がっております。で根腕は同じですね。でこちらの選手もスキルは、追加されててバックスピンロブが、追加されております。続いてネウソンセメド、こちらの選手も、プレースタイルポジションは変わりありません。こちらは根腕が変わってますね、6から5ということで1つ下がってしまっています。ただこちらの選手もスキルは結構追加されております。ダブルタッチ、ルーレット、エッジターンと足裏コントロール、そしてピンポイントクロス、こちらの5つは追加されております。はい、次行きましょう。続いてブスケツですね、プレースタイルポジションは変わりません、こちらの選手は根腕が6から7に1つ上がってますね。でこちらの選手もスキルが追加になっています、ピンポイントクロスが追加になっています。はい、続いていきましょう。まずはビダルですね、こちらの選手ポジションプレースタイルは変わりません。
続いて、後半ですね。こちらが7から5ということで2つ下がってしまっています。ちょっとここは残念ですね。はい、スキルは、3つね、空いてたんですけど全て埋まってしまいました。追加になったのがヒールトリック、そしてマンマークインターセプト。こちらはね結構嬉しいですよね。2つ、守備のスキルが追加になっております。はい、続いてラキティッチですね。ラキティッチは、ポジションとかプレイスタイルは同じです。逆足精度がね、変わってますね。2から3ということで1つ上がってます。でスキルは4つ追加になってます。ダブルタッチ、スルーパス、アウトスピンキック、インターセプト、こちらの4つが追加になっています。こちらもね結構スキルもね、揃って結構強そうですね。続いてアルトゥールいきましょう。こちらの選手もプレースタイルポジションは変わりありません。こちらの選手は、まず根案が、7から、5ということで2つ下がってしまいましたね。はい、で、スキルが、消えたものがねこの選手はあります。ダブルタッチと軸裏ターン持ってたんですけど、今作は消えるようです。で追加になったのがスルーパスとインターセプト、こちらは追加になっています。続いてベンチの、フレンキー・デヨング、こちらの選手は、能力もね一緒にご覧ください。ポジションプレイスタイルは変わりません。こちらの選手も同じですね。そこら辺は、こちらの選手は根案が5から6ということで1つ上がってます。これは嬉しいですね。はい、でスキルが、結構追加されております。4つですね。軸足当て、ヒールトリック、スルーパス、インターセプト、こちらの4つがね追加になっています。はい、能力もね上がってますし、スキルも結構ついたということでこちらはね結構楽しみですね。はい、続いてラフィーニャ、ラフィーニャはポジションは変わっていません。プレイスタイルが変わりましたね。もともとボックス2ボックスだったんですが2列目からの飛び出しに今作はなるようです。こちらの選手も、後半が5から4ということで1つ下がってしまいましたね。スキルも、消えたものがまず1つあってエラシコがもともとあったんですが、そちら消えています。追加になったスキルがシザーズ、ダブルタッチ、そして足裏コントロール、こちらが追加になっています。はい、続いてコウチーニョ、こちらは、プレースタイルが変わってますね。もともとウイングストライカーだったんですが今作はインサイドレシーバーのようです。ポジションは変わっていませんかね。はい、こちらの選手も、コマンが、残念ながら下がってしまっています。6から5ですね。1つ下がっています。でスキルが、結構変わっています。まず消えたものが、ルーレット、あとドロップシュート、ライジングシュート、バックスピンログ、こちらの4つが消えました。その代わりに新しく4つ追加されてて、ダブルタッチ、軸足当て、あとミドルシュートでスルーパス、こちらの4つがね代わりに追加されています。続いてデンベレいきましょう。こちらの選手はポジションとかプレイスタイルは変わりありません。後半が上がりましたね。5から6ということで1つ上がっています。こちらの選手もスキルがね結構増えましたね。ただ1つ消えているものがあって、まあ、エラシコを持ってたんですけどそちらは消えています。追加になったのが、ダブルタッチ、足裏コントロール、ミドルシュート、あとドロップシュート、あとヒールトリック、あとピンポイントクロスが追加になっています。結構ねいろいろね追加されているのでこちらは能力も上がってますし結構ね楽しみかなと思います。続いていきましょう。マウコンですね。こちらの選手は、プレイスタイルポジションは変わりありません。後半が変わってますね。7だったんですが5に下がってしまっています。2つ下がってますね。でマウコンはスキルは追加じゃなくて、3つ消えましたね。ダブルタッチ、ルーレット、バックスピンロブ、こちらをね持ってたんですが、今作は消えてしまっています。はい、続いていきましょう。メッシですね。こちらの選手は、プレースタイルが変わりましたね。もともとチャンスメーカーだったんですけどインサイドレシーバーに変わっています。こちらもね、気になるとこではあります。逆足は変わってないんですが根案がこちらは、8から7ということで1つ下がりましたね。はい、
で、スキルも、変わっています。まず消えたものもあります。時空ラターン、ピンポイントクロス、低弾道ロブ、こちら持ってましたが消えました。でその代わりに、ミドルシュート、ドロップシュート、スルーパス、こちらの3つが、ね、追加になっています。はい、ということでこの動画ラスト、スアレスですね。こちらの選手はポジションとプレースタイルが変わりなくて、逆足と後腕もね変わりありません。この選手が変わったのはスキルですね。もともとは、2019番、1つ、ね、枠空いてたんですがそちら埋まってしまいました。ライジングシュートがね追加になっています。はい、ということで今後出てくるスアレスは、スキルがつけられなくなるという感じですかね。はい、ということで今回はバルセロナの選手の、スキルと、プレースタイル、考案を見ていきました。いかがだったでしょうか。プレースタイルはメッシとか、コーチーニョが変わっているので、体験版で、ね、動きなどを、ね、しっかり、ね、確認した方がいいかなと思います。で考案もね、上がってる人下がってる人結構いましたのでそちらもね結構気にして今後やっていく必要がありそうですね。一番大きくバルセロナで変わったのはスキルの追加が結構ね多いので、まあ、減ってる選手もね中にはいるんですけど、結構ねスキルがいろいろ変わっているのでそちらもね、使いながら、確認しながら体験版をね楽しむっていうやり方もありかなと思います。はい、ということで次回は、アーセナルの選手の、総合値、能力値、まあ、プレースタイルとか考案とか、スキル、ここら辺をね全てまとめて、紹介しようかなと思いますので、そちらもね気になる方はぜひご覧ください。そしてチャンネル登録、そして高評価もぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。